ワン、ツー。夜に浮かんでいたクラゲのような月が外れた。バスデイのせいを除くけど、あの夏の君が頭にいる。シンプル簡単バージョンやってみました。今のはですね、聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンでお届けしております。フルコーラスでやりたい方、コード進行はもうこの通りなんで、こう、フルで書き出してってください。歌詞が変わっていくだけでございます。はい。で、今やってみて分かったんですけど、やっぱりこのコードはね、超絶入門コードなんですよ。もう習ったその日にやる、もう本当に入門コード。できるんですよね、これが。で、なんですけど、やっぱ歌いまし、歌のメロディーとか言葉の入るタイミングが、ここがまたやっぱりこう、奥が深いというかですね。まあ、一言で言ったら、まあ、難しいです。難しいんだけど、面白いっていうか、こう、そこにこう、はめ込んでいく。この面白さ、ちょっと皆さんも感じ取ってください。で、書き出してもらう、何、フルでやりたい方は書き出してもらって、テロップと一緒に何とかできるようになった方は、今度はそれを、ノートに自分で書いてやってみるのをおすすめします。で、私のノートを見てもらいたいんですけど、ちょっと今日はね、シンプル簡単バージョンと、そのかっこいいバージョンの、かっこいいバージョンの方にものすごくこういろいろリズムのね、面白いことがいっぱいあるんで、ちょっとね、ノートが細かくなってますけど、ここ最初のいきなり歌から始まるんですけど、ここ見て、タタタッ、タタタって、ここのね、3回ずつ止めていくんですよね。これ後で解説しますね。今やったのはここ普通に上に4つ引き、1ブロックに4回ずつ F、F、C、C、G7、G7 とこうやってやっていったんで、そこの辺の、やり方です。ここら辺にもこう、ツタッタッタとか書いてあります。この辺も後で解説します。カッティングで決めが入るみたいな感じなんですけど。はい。ひとまずこういう感じで、メモっていってください。はい。で、ここちょっと見てもらいたいんですけど、ここ感想なんですけどね。ちょっとここ短くなってますからね。ワンブロックがここになってますけども、ここ見てください。基本リズム矢印かっていうの、ここからちょっといつもと違うリズムが始まる。かっこいいバージョンではね、今のはシンプル簡単バージョンでやってみましたということでございます。はい、じゃあここが間奏になってて、ここから A メロ1番2番一緒にいけるかな。ちょっと歌い回しが難しい。ここにこの矢印マークが入ってます。これシンコペーションなんですけどね、ここもこう基本ビートの中の説明で後でしますから。はい。あと、ここにもちょっと、決めが入っている。あ、1番のサビやった後に、エンディングの方で出てくるサビをこう、追加して、最後にワンフレーズ、ラストのフレーズを入れてるというふうにアレンジしました。はい。はい、でしょうかね。で、出てくるコードもさっきも言ったんですけど、C、Am、FG7 なんですよ。これはびっくりしましたね。C と Am、FG7。超入門コードです、これは。C っていうのはここですね。ここ、薬指がいいですよ。F はこことここ、斜め。G7 はこの三角形ね。Am は上一本。
この超絶入門コードでできます。はい、なんですけど、今日一応ここシェアしとこう。ガズレレ必須コードっていうコードの、10個のコードのグループがあります。ウクレレね、これから深めていきたい方、この10個のコード、まず最初にウクレレ弾く上ではもう欠かせない10個のコードなんで、これ覚えるといいと思います。で、今日はね、そんな難しいの出てこないですけど、まあ、ここも10個も、ちょっとお時間ある時見ていてください。ここに一応貼っときます。ガズレレ必須コード、覚え方。はい。今日は、でもそういうわけでもう超入門コードなんですよね。よかったです。ただ、歌とね、言葉のタイミングが難しい。やってみたらわかりますから。まずこれで、しっかり弾けるようになってから、次の、かっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはね、今回は言っときます、最初に。相当難しいです。はい、じゃあ、解説の方、どんどん行きましょう。コードは全く一緒ね。OK。で、さっきも言ったんですが、最初に、こう、タタタッ、タタタって始まるんですよ。ここがね、ちょっとこんな感じでやろうかなと、ちょっと見ててね。夜に。例えば F を押さえたら、てんてんた、こうやって親指で4弦、3弦、1弦、2弦をパッ、これで、タタ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 タ、こんな風にやろうと思います。これは止めていくわけね。これだけでも結構難しいですけどね。あと、もうちょっと簡単なのは、ダダダ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 ってカッティングしていく。夜に浮かんでいた。これでもかっこいいと思います。ただより、こっちの方がこう、パシッとキレがいいかなと。これでも、ダダダ、ダダダ、ダダダ。この感じを表現しています。はい。いきなり来ましたね。はい、行きます。どんどん行きます。どんどん行きますとも。はい。で、ここ。ずーっと来て、はい。あの夏の君が頭にいる。この辺からこう矢印。これ矢印マークなんですけど、ツタッタッタタッ。この辺。ズダッタッ。最後のタタで A マイナーです。この矢印はシンコペーションマークということで、このリズムはですね、ちょっとここ見てもらいたいんですけど、間奏からいきなりリズムが入ってくるんですけど、基本リズム、ここ見て、矢印、入ってるじゃないですか。これ全部セットでちょっと考えてもらうと今日はいいかもしれない。F、C、G7、A マイナー。これでセット。F、C、G7 でセット。はい。これなんですけど、まずシンコペーションっていう、これ矢印マークシンコペーションと言うんですけど、これはですね、ガズレレオリジナル表記ですよ。リズムがね、前にスコーンと、前にドーンとこう食い込んでいくやつなんですよ。ちょっとね、やってみましょうか。F、C、G7、A マイナー。スタンダースカーズってこんな感じ。ちょっと前にスコーンと来るでしょ。これを入れるんですけど、まず基本リズムの中にこれも組み込まれてるっていう風に考えてもらって、ちょっとここ見づらいんですけど、カッティングの基本リズム書いて、この曲のね、ダッツタダッツタッタッタッタダン、ちょっとテロップに書こう。ダッツタダッツタッタッタッドドン、ダッツタダッツタッタッタッドドン。ちょっとこのワンブロックで練習してみましょう。これ基本パターン、ワン、ツー、スリー、ダッツ。わかる？ F、ガカ、C、G7 で3回、シンコペーションから3回弾く。F から C、1、2、3、ドンドン。最後 A マイナー、ドンドン、2回だけ。こんな感じ。で、もう一個のバージョンは、最後の A マイナーが、A マイナーがないだけです。ずっと G7 のまんま。これが基本のリズム。ダッツタッタッ。スタッドドン、タッツタッタッ、スタッ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 ドン、スタッタッ、スタッタッタッドドン。これが前編 A メロ関係はこれ全部来るんですよ、ね、もうちょっとゆっくりやってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー。タッツタッタッ、スタッタッタッドドン、タッツタッタッ、スタッタッタッ、ジャジャドン、スタッ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 ドドン、タッツタッ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 、ジャジャ。これの繰り返しで間奏から A メロ1番、 A メロ2番いきます。これをまとめて基本のリズムというふうに、まあ、この曲では表記しております。これはだからシンコペーションとカッティングが混ざってるんで相当難しい弾き方になります。カッティングっていうのは、見て、右手はただ弾くだけで止めるのは左手なんです。ほら。ここで今止まったでしょ。こうやって音を切るからカッティングです。このやり方。あと、この曲全体、ただ君に晴れは、基本的には全部8ビートのチャですね。なんで、ボン、チャカ、タン、チャカ、タン、チャカ、タン、チャカ。
本当シンプルだったらこうなります。なんで超難しいと思った方はこの8ビートのチャーだけでも十分。君に浮かんでいたクラゲ、こんな感じで8ビートのチャーでまずやってみて、その後タッチッタッカッティング入れてこのフレーズに挑戦してみるということで、まずじゃあカッティングと8ビート、これにシンコペーションが入るというイメージですかね。この2つの弾き方、ここでマスターしてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中から動画でマスターです。はい。で、8ビートのチャー、まずね、普通の8ビートができるようにならないとちょっと8ビートのチャー無理なんで、その段階を経てください。で、カッティングの方はもうゲーム感覚、脳トレとしてちょっとやらないと、なんていうかな、頭がすぐ混乱する、ゲーム感覚でこうマスターしていくのをおすすめします。音を止めるカッティング、はい、この2つの弾き方でやってみましょう。それもそのままずっとこう同じようなあの感じで来て、ここのサビに行く前で一瞬止まるとか出てきますね。その辺のことをテロップでも書いておきますけどね。でサビになったら今度普通の8ビートのチャーです。ダンチャカダンチャカ、ちょっとやってみようか。追いつけないまま大人になって、こんな風にどん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 グイグイ来る感じの8ビートのチャーでやろうと思うんですけど、ここら辺もね、あの弦が細かくこう君のポケットに、あ、テロップで見た方が、君のポケットに夜が咲くダダン、 C の最後の夜が咲くダダンってこのタイミングなんです。ちょっとやってみようか。追いつけないまま大人になって、君のポケットに夜が咲くダダン、こんな感じです。夜が咲くパパン、はい、ここのツタダン、こういうカッティングでちょっとこうメリハリをつける、はい。同じところがサビの繰り返しでも今出てきて、あとはシンコペーションのこのサビの応酬ね、ここ矢印が いっぱい入ってるでしょ、こういうところね。ちょっとここやってみようか。サビちょっと一回やってみよう。追いつけないまま大人になって、君のポケットに夜が咲く、ただ口に出せないなら僕は一人だ、それでバンダズバンダズカパカバン、すごいでしょ最後。それでもう諦めん、ここの最後のシーンがダーン、またこのね、もう一回、それでいいからもう諦めん、ダーンダンズバンダズバンダズガダガバン、シンコペーションマークと最後のシーンをちょっと溜めて弾く、デンズバンダズバンダダガダガバン、はい、こういう感じで、これはねなかなか結構こうなんてアレンジがね、まあ、あのかっこいいんですけど、やっぱちょっとやってみると難しいですね。このシンコペーションマークがあのサビの中で出てくるところをちょっと、キーポイントになるところ、あと最後の C がちょっと後ろにずれてるっていうかね、そこら辺のところがこのサビの特徴でございます。そういうわけで結構これは相当脳トレ要素が強い、リズムの深い面白い曲なんですけど、まずはさっきも言ったんですけど8ビートのチャ、ちょっと難しいと思った方は8ビートのチャでやってみる。ダンまずやってみて、はい、それでだんだんレベルアップしていくというのがいいと思います。よし、それではやってみましょう。ヨルシカのただ君に晴れ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワールド、夜に浮かんでいたクラゲのような月が出せた、バス停の背を覗けばあの夏の君か、頭にまで、こなせ伸びしたままで遊び疲れた
夜しかただ君に晴れ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。ちょっとやっぱ難易度が高いんですけど、こうカチッとハマるとですね、ものすごい気持ちがいいんですけど、このリズムと言葉のタイミング、ここのね、このシンクロがかなりこれは難しい部類に入るかなと思います。まあ何回も言ってるんですけど、ちょっとこのカッティングのねフレーズが難しいから、あの8ビートのチャでまずね曲の全体のこの流れをグッと掴んでやる方が逆に早いかもしれません。いやでもね、本当に音楽って面白いですね。これコード4つですもんね。ああ本当にこのちっちゃい中に宇宙が詰まってる。コード4つでもね、こんな世界観に。はい、ありがとうございました。皆さんどんどん歌っていきましょう。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですので、ちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介している動画貼っておきますので、ぜひご覧になってください。そしてですね、いつもガズが使っているこのガズのわがままウクレレと、再販売開始になりました。これ、ガズの、これね、とってもリーズナブルで弾きやすい初心者様の最初に一歩にもいいと。初めてウクレレ、これ2つのウクレレ、この辺のことをぜひともね、これチェックしてもらいたいです。めちゃいいウクレレですからね。はい。そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店様にちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレや、わがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、で、ガズレレにでも少しできる、なんかこう、社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って、新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら！